っちなんですか。何が。そうでしょ、カルサさんちょっと、カルサさんちょっと来てください。ここに来てください。カルサさん呼ぶとね、あのね、オンエアできないこと言っちゃうから。ちょっと待って。どういうことですか。いや、どっちなんですか。どうしてもって。え、僕 MC 辞めてもいいんですかみたいなこと言われて。本当に。で、脅しです。何なんだ、やるよ。そう言ったの。疑っちゃうよ、もう。すいません。しょうがない、しょうがない。繁華街2人で歩いてたらね、ずっと歩いてたら、結構歩いてたら繁華街をね、こういうとこ何分歩いても疲れまへんなぁ。すごい。すごい笑ってるからね、今。何分歩いても疲れまへんなぁ。すごいね。そういうもんなんだよ、テレビ業界って。そうだよ。ねぇ。よく分かってきたね、みんなね。何がひどい。何が、ちょっと待って、別に何がひどいの。なんか、うん、男の汚いとこみたいな。ほんとね、マスナさんまでそんな人だったの。俺がさ、どんだけのことをしてきたの考えてる。見てください、ルリカちゃん。わ、すごい、すっごい怒って、すごい。待ってルリカちゃん、なんなの。何だって、本人すごい、今までにないぐらいの気持ちだった。何清純ぶって、こういうところでさ、こういうところで過剰にリアクションしときゃすごい清純みたいな思われると思って。何、なんか自分が責められたらさ、いつもこうやってね。加藤、加藤、いつもこうやってね。加藤、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 加加藤、おめえこっちだろ。違います。おめえこっちだろ。マスナさん、みんな行こう。おめえこっちだろ。やろうか、みんな行こう。行こう、行こう、行こう。あの、多分あのこれ見てる人、これをご覧になってる方、そして、今日スタジオに来てくださった皆さん、まあ、皆さん男ばっかじゃないですか。わかりますよね。これね、ですよね。別にその前のイベントで僕仕事ちゃんとしてきたんですね。で、あの、僕のラジオ出演はないから、しょうがないから、じゃあちょっとね、あの、まあ、プロデューサーの門澤さんとこう交流を深める意味も込めて、じゃあちょっと遊びに行きましょうかとね。それ、まあ、それせっかく行くなら楽しいとこにね、行くわけじゃないですか。その皆さんの楽しいとこ行きたいですよね、それね。なあ、もう本当に別にね、そんな何にも知らない部ってね、成人部って。